エミーです、美子の勘定奉行と呼ばれております。美子をインストールしたきっかけは、2つあって、ちょうどその時セブンに留学していたので英語を話せる環境が欲しいっていうのと、あと韓国人の方がすごい多い学校だったので日本語を話せる環境もなくって、その2つの言葉を喋れる、まあ、友達なりいたらなっていうふうに思ったのと、あと仕事の一環で配信アプリの調査をしていて、それでビゴライブを知ったという形です。初めに配信した時は海外で配信していたこともあって日本人のリスナーさんが全然いなかったのと、コメントも本当になかったので、なんか配信してるけど誰とも話してない感覚があったのがすごく初めは辛かったです。配信をしていく中で昨日配信してなかったねとか、今日もなんか頑張れるよとか、誰かの生活の一部になれるってことがすごい嬉しいです。今の夢は人の価値をいろんな物差しで測れる勘定奉行になることです。私にとってビゴライブは人の価値を認識できるところだなと思います。自分の配信を通して人に認めてもらうっていうのもそうですけれども、人の配信を見て、あ、この人ってこういう一面があって素敵だなとか思う一面もあるので、なんかこんなに個性を表現できて人に認めてもらえる場所は他にないし、本当にビゴライブ大好きです。はい。